ベルーガたちはここに集まってきます。こちらではですね、1年の間に余った皮膚や赤をですね、番組の途中でこすって落とします。ここにはですね、とてもたくさんのベルーガたちが集まってきて、波のように見えるのは全てベルーガの群れなんです。この時期はですね、ベルーガたちにとっては繁殖や育てもできてまいので、実はとても可愛らしい赤ちゃんを見ることができるんです。ポイントはですね、野生のベルーガを思い返しながら今から公開トレーニングを始めていきます。それではトレーニングが3頭のベルーガが
行きます。